ハローほら、こんにちは。パーカッションの高波です。今回はパーカッションの DIY 動画でございます。今回作るのは、マウントスレーベルというものです。はい。まずスレーベルないかというとね、まあ、このチャンネル見てる人で知らない人いないと思うんですけれども、まあ、いわゆるクリスマスのジングルベルね、シャンシャンシャンっていう鈴なんですけれども、まあ、これを演奏するのに、パーカッションやってる人であれば、どうにかこうね、手で持たずに演奏できないかなって考えたりしませんかスタンドとかにね、こうマウントした状態で、 こう片手ととかかあるいいいはスティックとかで簡単にららせたらいいなっていうことをねえ考えると思いますしいくつかその方法あると思うんですけどもその中でもね先輩パーカッショニストであります副長さんこと福永正雄さんがえやってらした方法え自作でねこのスレーベルをマウントする アイテムを作ってらして、それがね、素晴らしいアイデアだとえいうことで、それ作ったんですかって言ったらね、自作で作ったとえおっしゃってまして、それぜひパクらせてくださいとえ言ってですね、今回、それを真似して作ってみようと思います。具体的にどうするかっていうとですね、この既存のスレーベルありますけれども、この鈴、これがロッドとかにマウントできるタイプの、このタンバリンの、この今ジングルがついてるんですけども、この部分が全部この鈴に。 なるるるよううに作り変える、まあ、改造すすいいことですねはいえー、なので、まあ、この形状に鈴がついて、えー、スタンドなどにマウントして、これでこれ叩けば、今これタンバリンですけれども、まあ、これがシャン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 に、えー、なる予定であります。はい、こテープからね、こう剥ぎ取ってしまって、それをこう接着剤につければいいのではないかと考えましたので、ちょっとそのプランでやっていきたいと思います。はい なので、えー、まずはね、このタンバリンの鈴を全部取っていきたいと思います。はい。まずこのジングルの外し方が難しすぎる <laughs>。この軸に対してですね、力技でぐいっと、てこの原理で力を加えたら外れました。 でまずマウントタンバリンのねジングル全部外しましたこんな感じですはい、まあ、当然音にならないですねはいえー、なので今度はこれに鈴をつける形になりますので今度はねまずこっちの鈴を外していきましょう 取れた <laughs> ようやく1個取れたくっそかいっすくっそかい <laughs> こんな感じです、ね、はいなんかこんな感じになってます やっぱ接着剤で基本的についてて、えー、ホッチキスみたいなので打ち止めてあるっていう感じね。もうちょっと浮かせて、このホッチキスごとこうペンチ、ニッパーで断ち切っちゃうと簡単に取れました。ああ、エチレス取れた <laughs> ようやく一列取れました。まあ、こんな感じになってですね。この、この一列と側面に二つついてる感じ。この側面も取っちゃおうか。すぐ取れそうだから。取れました <laughs>。取れたと <laughs>。<laughs> はい、こんな感じになっております。 ボディに対して、このね、鈴をどういう風につけるかっていうのが一番重要で、まあ、こうやればいいよねっていうようなね、簡単な結論が出ないような形状をしてるんですね。なので、ちょっと一回仮止めして、これでいけるかどうかっていうのを見たいと思います。この台座のベルトごと、1個ずつに切って、ここにテープを貼って貼ると。 えー、とりあえず今仮止めしている両面テープを、えー、つけた状態なんですけどもこれでいい感じなので、えー、あと4つですね、えー、つけるという方針で両面テーププラス、えー、接着剤で、まあ、これが取れないようにね、まあ、こう力入れると取れるぐらいの粘着なので、えー、もうこれで本決定として接着剤でつけていきたいと思います はいというわけで紆余、えー、曲折ありましたけれどなんとか完成いたしました最終的に強度がね不安だったんでテープで、えー、固めた感じになりますのでちょっと見た目はねあんまり美しくないのでまあ60点ぐらいかなっていうところなんですけど機能的には、えー、良さそうです はい。というわけで今回はマウントスレーベルを作ってみました。というかもうこの形で販売されてほしいですよね。メーカーさんからね。はい。まあ、正直ね、見た目があんまりよろしくないんで、えー、改良するかもしれません。はい。ちょっと使ってみてね。えー、使用感なども確かめつつ、まあ、改良の必要があればまた改良してみ、えー、たいと。 思いますというところでね、何か参考になれば幸いでございます。はい。今チャンネルではこんな感じで大変マニアックにパーカッション情報をお届けしておりますので、チャンネル登録まだの方、ぜひしていただいて、毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、ぜひ参加してください。また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様も大募集しておりますので、ご興味あれば、ぜひ概要欄をチェックしてください。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。